ロー特集はこちらです。勝手に BL CD ランキング沖津和幸さん編でやってまいりたいと思います。はい、せーの、はい、第1位こちらです。じゃん、じゃん、はい、オールドファッションカップケーキ。いやーもう最高、はい、これね、先ほどネタバレしちゃいますけどね、これ書くときに勢い余りすぎてね、はい、オールドファッションカップケースとかっていう、なんかもうあまりにも興奮しすぎて、なんか突然無機質なもので間違えてしまったみたいな。はい、こちらはですね、去年出た作品ですね、はい、出たてほやほやとかね、うん、ほやほやなんですけども、今まで出た作品の中では一番確かに、うん、そうですね、これね、原作の方は今年の BL アワードでね、はい、1位を取られたということでね、はい、アワードで第1位になりました、はい、すごくね、人気の作品になるんですけれども、はい、こちらはですね、沖津さんがよそじ、はい、もうすぐ40っていう39歳のすごい癒し系愛され上司みたいなを演じている作品で、で、攻めは年下の部下で、浅上洋平さん、ね、はい、がこれ多分初主演の作品なんですよ。実はそうですね、浅上さんいいですよね。いやこれ本当にいい、ね、え、こんないい攻めおるんだと思って、はい、もっと出てくれやって、すごい今私はすごく注目している声優さんなんですけれども、はいはいはい、で、そんなお二人の、リーマンラブストーリーですね、はい、でこれはなんか本当に今までのお話とはちょっと違って、なんかそのエロとかを楽しむ作品ではないかなって、まあ、実際原作自体がエッチとかよりもその2人の距離感とか心理描写はすごく重視している、ね、なんかもうこれは本当にもう原作も読み応えありますけど、 CD になってよりその世界観が完成に近づいたと私はすごく思いましたね。でこれはなんかそのもう愛され上司のね、野添さんっていうね、はい、受けのその沖津さんのキャラが結構ホワホワしてみんなからね、はいはいはい、かわいいかわいいっていう風に、そうそう、部下からもね、そう言われているね、野添さんなんですけれども、まあ、その、野添さんと、この攻めが戸川くんが、はい、アンチエイジングというのを称して、はい、2人でですね、まあ、女の子ごっこをすると、要するに簡単に言うと、パフェを食べに行くとかパンケーキを食べるとか写真を撮るとかなんか流行り物スポットに行くとか、そういうちょっとキャピキャピ感をなんか楽しもうっていうことをちょっと2人で始めるっていう、まあ、ちょっと変わった関係から始まるんですよね。で、まあ、上司と部下からこう始まっていくんですけれども、まあ、とにかくね、こんなほわほわの沖津さん聞いたことないって思ったんですよ、私本当。さっき の, 声が落ちたらもう結構可愛い系の ね、沖津さんだし、あとそれから最初 の, 大山と達之も、はい、キュルンキュルン系っていうことなんですけど、そんなのばっかりだなんですけれども、はい、これはまた違って、なんかふわーっとした、うんうんうん、あ、こんな癒しオーラが出るんだみたいな。確かにちょっとなんか沖津さんってキーンみたいな役多いというか、キンツンみたいな、ね、役多いですね。そう、役が多いんですけど、これはもう本当にマイナスイオンしか出てないみたいなっていう、そのふわふわおじさんの喋り方もちょっとゆったり系なんですよで、なんかそのなんか愛されてる感満載のその野添さんがこの部下の戸川からちょっとなんかその意味深な感じのね、迫られ方というか、上司と部下の関係超えてるんじゃないかみたいな風ななんか言動とかをされて、いやでもみたいな、いやおじさんだしみたいなっていう、なんかそのちょっとした動揺とか もういちいち全部が可愛いみたいな、本当になんか途中ハグとかされて、はい、みたいなことを言うところも、はい、こっちがみたいなこっちがええだよ、おきつさんかわいいよみたいな風になっちゃうし、あとなんか手料理をね、振る舞うシーンとかがあるんですけれども、はい、そこもちょっとしたセリフが本当にかわいい、なんかご飯ですよとか、なんかね、料理のお前邪魔だよとか言ったりとかなんか召し上がれ系とか、なんかそういうのを聞いて、あー、めっちゃ癒されるみたいな、もう癒し、もう本当に癒される CD、 最近聞いた中で一番癒される CD だなっていう、はい、いやー、これはまさに新境地で、もうなんか全て聞き終わった後に語彙力を失って、もうなんか愛という言葉しか出てこないみたいな、はい、もうなんか、あ、もうこれはもうなんか神とかじゃない、これは愛なんだみたいなっていう、なんかそんな気持ちになってしまうっていうね